皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。チューナーっていろんなメーカーからいろんなモデルが出てて何が違うんだかわかんないよっていうふうに思った方いらっしゃいませんでしょうか。まあ今3つほどチューナー並べてますけども、それぞれですね、これが一番安くて300円ぐらいで買える激安チューナーで、これは6000円ぐらいで、これが1万円ぐらいっていう感じで、そんな価格違うんすかみたいな感じで、まあとてつもないピンキリの差があるわけでございますよ。そんなに値段が違って、何が違うっていうの、そんなになんか性能とか、そんなチューナーってなんか違いとか あったりするのかいっていうふうに、思った方に向けた動画でございます。とりあえず3つ、まあいろんな要素があるんですけども、まあ3つに大きく分けるとすると、精度、視認性、スピードって感じです。精度、視認性、スピード、この3つが、まあ大きなチューナーの、まあその性能差っていうところなのかなって感じはするんですけども、まあ今の話を聞いてね、皆様が、ああなるほどね、チューナーそうか、300円のものもあれば1万円を超えるものもあって、そういうのってのは、まあ精度と視認性とスピードが違うのか、ふむ、なるほどなっていうふうに思った方は、まあこの動画を見る必要はないかなって感じが、しますが、チューナーにおいて速度スピード、どういうこと、わかんない、私わかんないよっていうふうになった方は、まあいろいろと参考になるかなと思いますので、よかったらお付き合いいただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。とりあえず、精度、視認性、スピード、この中のまず精度からいこうかなと思うんですけども、まあどのくらい正確かってことですよね。で、この精度に関してはですね、もう最近のチューナーってむちゃくちゃ飛躍的に進化してるんで、ぶっちゃけそんなね、差はない。なんかこうね、半音っていうこの1フレット1フレットのこのね、音のこの間があるじゃないですか。その隙間を100等分しようぜっていうセントっていう単位があるんですよ。だからこの F シャープの100セント上は G で、 G の100セント上は G シャープっていう感じで、この半音の間を100等分していこうぜみたいな、なんかそういうセントっていう単位があるんです。で、チューナーの精度を説明するときにそのセントっていう単位を使うんですが、まあ大体もうね、最近のチューナーってね、プラスマイナス 0.5 セントとかね、平気であるからね、あんまりね、そこに、なんだろう、重きを置くことはないと言いますか。それがプラスマイナス5セントとかとちょっと問題があるんですけども、結構ね、2000円ぐらいのチューナーでもね、もうプラスマイナス 0.1 セントとかね、いっちゃってるチューナーとかもあったりとかするので、正直そこまでではねえのかなって感じがします。で、その精度をさておきなんですけども、そもそもギターってむちゃくちゃこのピッチが悪い楽器なんですよ。例えば普通にこうチューナーでね、この、そーっと6弦の音をチューニングしたとするじゃないですか。こうそーっと弾いて、こんな感じかな、こんな感じかな、つって。で、まあ、E にぴったり合ったとしましょう。で、合った状態でテンション上がって、ビャーンってこう強く弾くと、まあ、むちゃむちゃシャープするんですよ。このシャープの幅が結構もね、2セントとか行くぐらいのレベルでもシャープするので、まあ、そもそもこうね、めちゃめちゃ精度高く合わせたとてっていうのもね、ちょっとあったりとかして。だからギターにおいては、もうそのギターチューナーにおいてはですね、その精度ってものはですね、さほど、まあ大きな問題ではないのかなって感じはちょっとしますね。一応今までのチューナーとしては、そのプラスマイナス1セントとか、プラスマイナス 0.5 セント、プラスマイナス 0.1 セント。で、むちゃくちゃいいやつになると、プラスマイナス 0.05 セントとかもあったりとかするんですけども、まあ 0. 何棒になっていればさほど、っていう感じがするんですけども、まあそんな感じで精度という要素があるよということです。で、二つ目は視認性というところなんですけども、まあこれは単純にその見やすさですよね。やっぱこう LED とかでこうね、テカ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 ってしてくれた方がやっぱ見やすいので、やっぱこういう見やすい工夫とか LED とか作ってくれてるものでやっぱりどうしても高い傾向があるというところでございますよ。で、この300円のやつも見てみると、まあこんな感じ。なんか、本当はこれぴったり言ってなきゃいけないんですけども、この人やっぱりちょっとなんか、ピッチが怪しいのかな。なんか若干、シャープを示しますね。この2つは、ね、いい合ってるよって言ってるのに。まあ、このね、メモリの出方だったりとか、まあ、このアルファベットの見やすさだったりとか、まあ、そういった意味ではね、この真ん中のこのポリチューンってさ、すごいテカテカしてるしさ、この文字が、なんかすごいこの LED って見づらいじゃない。そういった意味でちょっと癖があるからね、視認性がいいとは言えないんですけども、これ慣れないと、これ E、D、F、どれみたいな感じで。もうこのぐらい分かりやすくね、E とか D とか G とか出てくれた方が、まあ、結構安心ですよね。これ結構その初心者向けに、作られてると思います。
で、この視認性においてですね、ちょっと2つ、また大きな要素がありまして、まあ、このね、メーター表示とストロボ表示ってものがあるんですよ。メーター表示とストロボ表示。どういうものか。これがそのメーター表示です。もう分かりやすく低いときは、この針が、下に行って、で、合うと、まあ、ピカーとなって、で、上に行きすぎると、この針が上に行くっていう。これがその一番一般的なメーターの表示でございます。で、メーターの表示でも別にいいんだけども、より一層正確なチューニングをしようとなると、ストロボチューニング、チューナーの方がですね、実はすごい精度高くチューニングできるんです。この上の、このピーターソンというメーカーのチューナーは、このストロボチューナーの走りなんですけれども、ちょっと見ててもらっていいですか。まあ、このブロックがですね、わずかに動いているのがわかりますでしょうか。ブロックが。これがずれていると、このブロックがですね、動くんです。例えばこんな感じで。これ今高いよって言われてます。で、戻すこんな感じ。で、このブロックが、これ今低いよって言われてます。で、うまい具合に調整をして、このブロックが静止している状態に持っていけると、ぴったりいいにやってるよというところなんですよ。このメーター表示も別に悪くないんだけども、このさ、針がさ、この真ん中に来るじゃないですか。で、この針からさ、一個こっちに行くのってどのぐらいずれてんのと。この正確の真ん中ぴょん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 っていうところから一個ずれたところから、まあここにあって、なんかその許容範囲っていうのがあるわけじゃないですか、必ず。本当にもうね、0.05 セントピタンコカンカンみたいな感じでやってるわけじゃなく、割とこの E の範疇の中の前後のプラスマイナス 0.5 セントっていう許容範囲だと、まあ最大で1セントずれることになるわけですよね。で、その1セントを、まあ、よしとするかよしとしないかっていう話なんですけれども、このストロボチューナーの場合はですね、このブロックの、この流れで判断をするので、むちゃくちゃ正確にこの E の音にピャンとこう合わせることができると。ただ、やっぱり見づらい。見づらいというか、慣れないと、わかりづらいっていうところがちょっとあります。で、この真ん中のユニチューに関しては、これあのね、メーター表示とストロボ表示のこのハイブリッドタイプでございまして、上の、上下のこの緑色と赤のこの玉がメーターを表していて、真ん中のこのね緑色のラインがストロボのことを表しております。なので一回全体的にこの上下の赤いところを真ん中にこう合わせて、でこの真ん中のこの横のラインが安定するとこまで持っていくと、まあ、ぴったりこの E に合わせることができると。こんな感じでこのメーター表示とストロボ表示のこの美味しいところを利用しているチューナーもあったりとかするわけなんですけども、まあ、比較的このストロボタイプ、ストロボ表記を備えているものっていうのはその高価格帯、値段が高いチューナーに備わっている場合が多いです。まあ、最近ちょっとそんなこともないんだけども、一応そんな感じでストロボ表示と、メーター表記ってものがあるということを覚えていただけたら幸いでございます。いかがでしょうか。この時点で、なるほどね、知らんかったわ、みたいなこと、あったら嬉しいと思うんです、嬉しいなと思うんですけども、どうでしょうか。で、最後これ、スピードです。スピード。これね、人によっては超大事。僕はもう、すごく重視する。どういうことかっていうと、この音を聞いてからチューナーが反応するまでのスピードですね。やっぱりこうね、音を鳴らすじゃないですか。で、このピーターソンとかこれ高いから、もう音をね、検出した瞬間にね、パンってこう表示するんですよ。で、それに対してこっちのチューナーとかはちょっとね、やっぱね、遅い。E を合わせ終わって B、合わせ終わって G、D。ちょっとこのね、ワンクッションあると。で、ワンクッションプラス、例えばその E の弦をそのチューニングしているとしますよね。低いなぁと思って、この、こっち見せてください。こっち。この上げていくじゃないですか。この針の動きがね、やっぱりね、遅いんだ。B 弦もやってみましょうか。これ B の音合わせてみます。こっち見せてください。上げて、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 上げて。なんかちょっとワンクッションあるの分かりません?なんか上げてから針が動くみたいな。こんなん。それに対してこっちのストロボチューナー、特にピーターソンとかはもう速度がむちゃくちゃ速くて、まあ今ちょっとずらしますね、わざと。
ものね、鳴らした瞬間に判別してくれるんですよ。でこの徐々に徐々にこんな感じで結構リアルタイム、本当もう即日、もう即時このわーっと表示してくれるので、すごい素早いチューニングをすることができるというところなんです。でそうだな、結構その言葉で言えばね、あのそんなにまあ大した差ではないんですよ。例えばですけど、まあ、6本の弦を今順番に少しずつ下げたとします。でこの300円のチューナーでチューニングをするとしましょう。聞かせて、あ、突然あった。そう、この、ね、突然会うっていうのもあるんですよね。本当かな。さっき私ペグ回してる、今 D 合ってるって言ってたけど、こんな感じ。なんかちょっと怪しい感じがしますけど、一応こんな感じです。ちょっとピーターソンで見てみましょうか。低いですね。これも低い。これもだいぶ低い。これもだいぶ低い。こんな感じ。お、いい。ちょっとシャープ、ちょっと変わったかな。ちょっとこれがシャープしてる。お、いいじゃない、いいじゃない。こんな感じで、このチューナーが反応してくれる速度ってものが、正直僕はもうむちゃくちゃ重視しておりまして、まあこれがね、その初心者の方にとってどのぐらいストレスになるのかっていうのはちょっとまた別問題なんですけども、やっぱりある程度こうチューナーの使い方とかに慣れてきたりとか、ギターが上手になってきたりとかして、まあチューニングをする機会が増えると、本当にもう、この1秒2秒のラグが結構ね、なんかストレスだったりとかするんですよ。で、さらに番外編ですけども、電源を入れた時の挙動とかも結構大事な要素。例えばこの、まあ、300円だからこれしょうがないんだけどね。長押しをしてこれで、電源が入る。結構タイムラグありますよね。2秒、3秒ぐらい。もうちょっとあるかな。で、この真ん中の、この6000円、7000円ぐらいのチューナーも、ポチって押すと、はい。これがね、シャーっといってから、まあ、こんな感じで表示される。ちょっとタイムラグなんです。しかしこのピーターソンは電源を入れ、押した瞬間に、もう即チューニング開始。で、切るときもペッと切れる。こんな感じで。この即電源オンオフができるっていうのはですね、僕にとってはもうむちゃくちゃ重要でございまして、まあ、本当に極端な話、これがないとあんまチューニングしたくないっていうぐらいに、まあ、その快適だったりとかするわけなんですけども、なんかこう一日、まあ皆さん毎日毎日ギター弾くかどうかちょっとわかんないですけども、まあ毎日やっぱギター弾く方だとですね、一日2回、3回、4回、5回、たくさんチューニングをしなきゃいけなかったりとかするんですよ。その1回1回の時にですね、このね、2秒、3秒、4秒かかるようなチューナー使っていると結構ストレスかかるんですわ。で、その結果、チューニングがめんどくさくてチューニングしなくなっちゃったとかもあると思いますし、まあそもそもギター弾かなくなっちゃったとかもあるかもしれないですし、チューナーないからいいや、みたいな感じで。まあそんな感じでですね、この、個人的には速度が一番大事な要素って感じなんですけども、まあ実際にそのね、動きとか見ていただきながら、説明をさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。チューナーのそれぞれの違いというのは3つ、精度、視認性、そしてスピード、このスピードが滝沢勝成的にはすごく大事だということが、分かっていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。まあそんな感じで、いかがだったでしょうか。なるほどなーと思っていただけましたら、ぜひコメント欄にそのなるほどなーっていう感想を書いていただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。それではそんな感じで、今回の動画も終わりにさせていただきましょう。長々と動画のご視聴ありがとうございました。最後にお知らせでございます。私、滝沢勝成、神奈川県は相模原というところで、
マンツーマンレッスンなどをさせていただいております。僭越ながらこういうチューナーとか機材の選び方、使い方、そして上手に使うコツ、そういったものも含めてアコギ、エレキギター、いろんな奏法のレッスンなどをさせていただいております。よかったら概要欄の方からチェック欄いただいて登録 LINE していただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。じゃあそんな感じで終わりにさせていただきましょう。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。さようなら、グッバイ、じゃあねー。